えー、こんにちは9月です、えー、このチャンネル「9月劇場」では普段ねあねコントの動画を毎日投稿しているのですがあの、まあ、視聴者の方から質問いただきまして自己紹介してくれと <laughs> お前は何者なんだと、えー、いうことをねあの声としていただきまして、うん、まあそれはそうだよなコントやっててもこいつが何者かわからないよなということで。 み旦たん説明する動画必要だろうなと思いまして、まあラジオの形でね、多少おしゃべりしていこうかなと思ったわけでございます。うん、でまあ、えー、なんだろうな、今までの、とりあえずは芸人人生を振り返りながら、これまで9月がどういう活動をしてきたのか、でまあ、あと、今後どういう活動をしていく予定なのかというあたりをね、えー、お話ししていけたらなと思っておりまして、まあだからあ、あれですよ。 あの僕の自己紹介であり9月を使いたいと、ね、思っているがあの <laughs> こいつ喋れんのかとかね <laughs> どのぐらい普通のやつなんだろうと思ってる方の参考資料であるとか、まあ、あるいは何、えー、だろうなあこれから芸人始めたい方とか、まあ、僕よりも下の芸歴でね今1年目2年目ぐらいでどういう,こう芸人 人生を送ろうかなと思ってる人たちのま1つの資料となればなぐらいの感じで喋っていこうと思います。で、あのね、あのまあ、本当に正直に振り返っていこうと思うので、なんだろうな。あの、恥ずかしいことも入るだろうし、反省点もいっぱい入っていくと思います。あ、こう,う面白い。ラジオとかっていうよりは本当にこう。ドキュメンタリーの一つとして。 そういう楽しみ方をしてくれたらなと思います。あんまり多分ボケられないぐらい、あの、<laughs> 正直に言おうと思うので、よろしくお願いします。まあ作業中であり、なんであれ、えー、まあいろんなタイミングで聞いてくれたらなと思います。で、えー、僕9月がね、芸人デビューした年は、えー、一応2016年ということにしているんです。で、これは、しているんですという通りで。 17年な気もするのよ。<laughs> あの、えー、曖昧なんだよな。あの、私、養成所出たわけでもないし、まあ、お笑いサークルとか、学生お笑いの会話にいたわけでもないし、弟子入りもしていないし、なんかこう、いつから芸人始めたかってかなり微妙なところなんです。で、とりあえず2016年に初舞台に立ったんですよ。それを一応基準にしてるんですが、まあ、芸人として僕に、 営業とかの仕事が入りだしたのは2017年ですから、まあ、17を基準にしてもいい気もするのだが一応初舞台ということで2016年ということにしてありますで、まあ、どういう風に始めたかなんですけど私もともとネタを書くのが好きで、まあ、あのお笑い見るのが好きだったんですもともとはで見てたら書きたくなってきてなんかこうちょっと書きためてたやつがあったんですよどうしても人前でやりたくなったんですでただ インディーズライブとかね、自主制作ライブ、エントリーライブとか、いろいろ実は出ようと思ったら出れるのあったんですよ。養成所入ってなくても。ただ僕は、そういうのの出方がよく分かっていなくて、パッとサクッと連絡して、メール一本で出れるって思ってなかったんですよ。まあ本当はそうなんですよ。メール一個送って、まあ500円なり、1000円、2000円ぐらいかな。エントリーフィーを払えば、出れるライブってのは大阪だったら多分5、6個あるんじゃないかな。結構あるんですけど、まあ知らなかったというか、出方を。 仕方がないので自分でやるかとなって、えー、仲良かった友達を誘ってコンビを組み会場を抑えていきなりその2時間の単独公演という手でやったんです、うん、で2時間でネタが12本かな、ねまあ、企画もやったかもしれないで、えー、っと本当に2時間ずっぱりお笑いをするライブを一番最初にやったんですでこれは 芸人人生の始め方としてはあんまり良くない。そのあんまり良くない。<laughs> だって、1年目の初舞台だもんああ。その、なんだろうな。もちろん、えー、お客さん何人ぐらいだかな30人ぐらいかな。友達、あるいは友達の友達、まあその友達ぐらいが来るわけです。まあ顔見知りまで行かなくても、ある程度ウェルカム、ホームな雰囲気ではあるんです。だから、楽しそうな感じにはなるんですけど、 ネタででで受けけててるわけではないっていっう空間ですよ、ねうん、まあ一番最初の初舞台ネタ台本通りにやるのも難しいんですよえしこう自分がさなんだろうな例えば怒ってる演技が必要なシーンで自分では怒ってるつもりでもお客さんには怒ってるように聞こえないとか結構あるんですよねそういうこう最初に気づくことあのあこれじゃ伝わらないんだみたいなのが本当に100個200個あった感じであの <laughs> なんだろうなえっ、ー、とね、ネタ、えー、ライブ全体を通しての笑い声を合計したら、そこそこ楽しいライブだった可能性はあるんですけど、ネタで受けてるわけじゃないっていう、一番最初。だ2時間ネタで受け続けるの、それは無理に決まってますもん、初舞台で。だからなんだろうな、ハプニング笑いっぽいところとか、えー、お互いのその、えー、僕らのパーソナリティを知ってるからこその笑いとか、ちょっとだから、えー、横島な笑いの取り方が、 あ多かったんです、ねうん、10本12本やったけど全部そうだったな。うん、1, 1本丸々ネタで受け切ったあものは1つもなくて。あなんかあ自分こんなもんかとも思ったんですが、でもやっぱ楽しかったんです。人前でなんかするっていうのが。うん、で、いかんせん作るのはすごい好きだったので、うわ、これ楽しいから、毎月やりたいなって、ぼそっと僕が言って。そしたら相方が乗っかってくれて、うん、それで、 えー、その後ですね毎月単独公演をやるようになったんです新ネタを下ろして10本から15本ぐらい毎回やって,ってでまあ尺とかも特に気にしてなかったので多分だから1本あたり6分ネタぐらいなのかなでネタとネタの合間いわゆる幕合いの時間にあの声劇を入れて。 えーまあ、事前に録音した音声を流してで入場時とかエンディングとかの曲を自分で作ってこうなんかこうライブっぽく演出してみたいな、うん、でフライヤーも作ってとかあのー、こうどんどんこうなんだろうな側は固まっていったんですよ、あのー、全体のなんだろうなライブっぽさみたいなだけどやっぱりね単独公演を聴いてやってるだけじゃそはうまくは ななららんんのですようまくはんのですえっ、ー、と1回目が5月2回目が6月かし6月かなにあって3回目7月にあってなんかあのいや離れとしてのうまくなってきたはあるかもしんないけど離れしてる以上のものはない,いよなっていうのを思いつつもでも楽しくてやっててそしたらねどういうわけかどこで見つけていただいたのかファンらしきものが現れ始めたんです。 どのライブにも来てくれる方とかもっかけてくれる方であっこれ好きな人いるんだと思って自分でもびっくりしたんですねそこまではだって僕は書くの楽しくて書いたからにはやりたいってやってただけだったのでやりたいが先に来てたところを次ライブいつなんですかとか楽しみですとかって言ってくださる方が現れてあっこれ楽しいなって仕事にできたら最高じゃないかと思い始めたんですで まあ、毎月十何本書いていけば、まあ、演技とかね、あのー、パフォーマンスはさておき台本はある程度まとまってくるんですよ。そのあなるほどなって、えー、あんまり脱線しちゃダメなんだなとかごく当たり前のことよあの養成所に行ったら3日目で習うようなことおっきい声出した方がいいんだとか顔はお客さんの方を向けた方がいいんだとかこう基本的なことがなんとなく分かっていって 徐々にネタで受けてる気がする。ネタで受けてるぞっていう風になってきたんです。で、うんとね、3回目か4回目か、3回目かなの単独公演で1本だけ完全にネタで受けたっていうネタがあったんです。僕らのキャラとかじゃない、人、人となり知ってるからとか、友達だからとかじゃなくて、明らかにネタで受け切ったぞっていうネタがあったんです。で、それがすげえ嬉しくて。んで、 あのね、まあ、お笑いファンの方だったら知ってるかもしれないんですけどあの菅谷忍さんという、まあ、お笑いのもうレビューとか書かれる方がいらっしゃるんですけどその方がね多分ね YouTube か何かに上げたネタを見てくださってあなんか泥臭くて面白いねみたいなことを言っていただけたんですよあであそういう,こうお笑いファンの方も面白いと思うんだじゃあネタになったんだって思ってそれはすごい嬉しくて。 ちゃん,となんかこうあネタで受けたって感じがすごい実感持てたんですでそしたらこう、えー、楽しくなっちゃうからねいっぱい書くわけですよでまあファンもついてきたことでまあ単独公演やれば30人ぐらいは入るし僕らのこと知ってる人が半分以上になってきて、まあ、つまりそのえー、っとね一番最初のライブに来てくれた友達とかはだんだん来なくなっていくんですけどえー、っとね ネタを見に来てくれる人が増えてきてなんかこう受け方もだんだん変わってきてハプニング笑いもなくなっていってんでまあ公演の単独公演としてのなんだろうなストーリー性みたいなのもちょ,ちょっとだけね演出で入れてたんですけどそういうところにも反応が来始めて嬉しい感想もいただけるようになってうわこれいけるぞあれ俺結構いいネタ書くんじゃないかで大阪だけでやっててもあれだから 東京にも行っってみたたいなと思ったんですで。その段階でもそ,のそこまで来ても俺はまだあのインディーズライブ出れないと思ってたので知らなかったのでね片を <laughs> あのあどうしようって普通だったらね大阪芸人が東京行ったらだからゲレロンステージとかさパワーオブフリーとかそういうこうエントリー制のライブに出るものなんですけど未完成わかんないので一旦あの下北沢のねシアターミネルヴァっていうところを借りて東京でも単独公演をしようとで同じ内容の大阪でもやろうと。 でライブツアーって名前にしちゃってフライヤーも作ってでなんかこうネタ自体は過去のそこまでで4回か5回単独公演をやっていたのでそれの総集編にしようと各回で一番反応良かったネタとか一番好きなネタとかを集めて10本11本ぐらいかなでこうオープニングとエンディングをつけてどうだってやりに行ったわけですで東京でそれがね全然受けなかったんですよ くっくりするぐらい反応がなくてで今思うに台本とか設定がすごく悪いわけじゃなくて何だろうな,伝える努力みたいなのを全くしてななかかったからなんですよね、うん、雰囲気作りとかも知らなかったしお客さんが笑いやすい体制作りみたいなのを全くしてなくてそれが如実に表れてしまってだからすっげえ悔しかったんですようん。 で同じ内容を大阪に持ち帰ってやったところまあ受けるわけですよね反応は来るわけですただあこの反応って俺ネタで受けてるって思ってたけどそうじゃないんだって俺らのこと好きな人たちが好きだから待ってました的な笑いとして笑ってんだって気づいたんですよ、うん、じゃあどうしようってなんかこう初見の人でも笑ってもらえてかつこうなんだろうなある種普遍的な良さみたいなものがある 良質なライブみたいなのを作るにはどうしたらいいっって思でそれまでは毎月単独公演やってたんですけど一旦ちょっと開けようと思ってあの3月だね2017年の3月にまた単独公演改めてやったんですでそこでは全部ネタの作り方も変えてこう初見でも受けやすいような流れにして、うん、なんかあ漫才とコントの比率とかも変えてショートコントとかも入れて。 見やすくしてで全体のストーリー性みたいなのも追っかけやすい感じにしてで、えー、退屈しないように歌ネタもあればちょっとこう怖いサイコっぽいというかねそういうシリアスなコントもあればほっこり系のネタもあればみたいなで順番も組んででえー、っと、まあ、退屈しないようにボクボケのネタもあれば相方ボケのネタもあればにしてでそうやって作ったところ今までで 確実に一番良かっっったたなっていう反応があったんです、うんまあ、その時もお客さんは30人ぐらいかな、うん、ほとんど全部のネタで拍手笑いが来る場所があってうわーってできたーって思ったんですなんか一つやりたかったような公演の形ができた気がするぞって、うん、なんかその時にうわこれ一緒やりてえって思ったんですそしたら まあ単独ばっかやっててよくわかんないけどなんかそういうコンビがいるらしいよみたいな感じでお誘いいただける仕事が現れ始めたんですよねでそのあたりがだから何だろうな実質芸人になったあたりだと思うんですねその2016年の毎月単独やってはいるけどの時期は僕はそこデビューにしてるけれど実際多分どっちとでも取れるようなね時期だったんですけれど で、で、えー、まあ、よそからの仕事が入ってくるわけです営業が入ったり、えーまあ、学校の文化祭みたいなところとかに呼ばれたりとかでその中でねショーパブが発生したんですショーパブの営業ショーバーですね大阪の、えーとね、東梅田ですでそこ2年ぐらいでって一つの僕の,あの <laughs> 青春っちゃ青春なんですけれど夜の8時から朝の5時まで9時間。 <laughs> 拘束されて当時俺大学院にも行ってたからあのなダブルワークじゃないけど、えー、夜、えー、ライブ出て昼大学行っての死にそうな生活をしてあの実際だいぶぐ,ぐっちゃぐちゃになやったんですけどあの、まあ、でも楽しくてね毎日6、えー、ステあるんです、うん、そこのショーパブはで僕らは週3で出てましただから週で18ステージか18ステージ出てて でそれまでは単独公演で自分たちのお客さんが相手で2時間尺があったのが急に4分初見のお客さんになって全く受けなくなったんですここでまたやっぱ違ったんだっていう <laughs> 今までネタで受けてたって思ってたけどやっぱ違ったんだ、ね、あの2回裏切られてるんですよその東京で「わ俺ダメだ」ってなってまだダメだったんだってなって いやで、やっとネタ出来上がったぞ、これなら誰でもウケるぞって思ったところで、えー、やっぱショーパブだとウケないんだ。<laughs> もちろん、ショーパブっていうね、飲みながら見るみたいな環境の難しさもあるんですけど、それを差し引いてもまあ反応が来ない。うん、で、えー、寄せとかにも出てたわけじゃなかったので、初見のお客さんを笑かすってこんな難しいんだって思ったんです。どうしようって。まあ、必ずしもお笑いファンとも限らないぐらいの、 でも、えー、見てやろうみたいな感じで来る方々をどうやって前のめりにさせて笑わせればいいんだ。本当に分かんなくなって。で、漫才にしよう。コントよりも漫才の方が聞きやすいはずだって思って漫才にしても、まあ、受けないんですよ。で、それまでは絶対やってなかったんですけど、あの話聞いてもらうために、えー、冒頭でね、えー、僕は京都大学出身でみたいなのを言うようになったんです。そしたら、そこはやっぱ聞いてもらえるんですよ。前のめりになってもらえるんですよ。 えー、兄弟ななんだみたいなでもね本ネタ入ったら受けないんですよ。うんし別に俺学歴ネタやってたわけじゃないのであのなんかだから本ネタと導入が分裂しちゃうんですよ。もしでこんなにいいって取ったことありますみたいなのをつかみ的に言うと拍手くるんですけどだからって本ネタでじゃあクイズネタとかやってたわけじゃないので全然反応来ないんですうんだってなんだろうな言ってみれば多分今でもそうなんですけど1回 ストーリーリ始まっちゃうと戻れないネタが多すぎてどっかでお客さんを置き去りにしちゃうとね二度とリカバリーできないネタが多かったんです、うん、その頃の僕は、まあ、今もそうなんだろうけどでどうしようってなってでどうしようもないから一時期だから自分自棄になった半分でねあのねえー、っとスケッチブックにいろんな言葉を書いて そのスケッチブックめくるたびに、そのスケッチブックに書いてある動き、パントマイムを相方がするっていうネタを始めた。ネタでもねえよ、そんなの。<laughs> なんか、隠し芸みたいなやつをショーパブでやり始めたんです。すごい惨めな気持ちになりました。受けるんですけど。<laughs> これじゃねえよっていう。だってネタじゃないじゃないですか。ネタじゃないっていうのは本当にネタじゃなくて、宴会芸の延長。いわゆるだから、 な何て言うんですか芸人さんとかでねあのそんなの宴会芸じゃんとか誰でもできるじゃんって言われる人はいっぱいいますでもその多くはってかその全てはすげえ経験とか知恵とかに裏付けされためちゃくちゃ仕上がったものなんですよただ僕らにはそうじゃなかったショーパブで受けるための最短距離を走るためにマジの素人隠し芸タイプのネタだったんですあの <laughs> 本当に良くない本当に良くないの、ね、よそういうのって 特技披露みたいなノリだから、うん、でまあこれじゃねえよって思いながら <laughs> でもでもね良かったこともあったんです反応が来るからなんだろうなあ人前に立ってもいいんだっていうだから,からあのー今まで自信があるネタが全然反応なくて俺人前に立つのダメなんだとかやっちゃダメなんだって思い始めてたところにあでも意外と こ,れでここまでやり方変えたら反応来るぞってのでやりようあるかもしれないってこう精神的にポジティブになれたところがあったのとあともう一つそれがだからある種ある種のね相方の演技力向上というか動き笑いみたいなものを基礎スキルではあ,あるのでねところのこう訓練にはなったかなというところでそれに頼ることを23週間それをこう脱却してね普通にネタをやり始めたわけです。そしたら やっってみれば意外とウケるネタもあったんですよ、えー。つまりショーパブに出る前に作ったネタでカラオケっていうコントがあったんですけど、まあ、歌ネタみたいなやつで、えー、っとかなり見やすいネタだったのもあるんですがそれは結構ウケるんですよあじゃあ意外といけるぞと、うん、じゃあ、えー、なんかこういう感じでネタ何本か作ろうって何本か作っていくわけですであこれはいけるんだあこれダメなんだこれはいけるんだこれダメなんだってのを繰り返していって 2、3ヶ月ぐらいでショーパブに一応順応したんです、うん。よくやってた、婚活っていう漫才が比較的受けたんですよ。あの、なんだろうな、ゼロ笑いは絶対になくて、なんかこう、なんて言うんだろうな、システム的に絶対拍手したくなる箇所が3つあったんですよ。でそこ絶対反応は来るのでっていう感じ。笑いの拍手じゃないにせよ、感心する箇所が3つあったみたいなネタで、あの、あこれならいけると。 いうことで、えー、ショーパブでででやれるネタっていうのが増え始めたんです、うん、でその時には僕は気づいてなかったんですけど <laughs> あのね、えー、芸風は歪んでたんですよ要するに、うん、当初のやりたいことというか自分がやりたかったことみたいなのからはどんどんそれ出していてであこれやばいぞとなんかショーパブ専門芸人になってるぞと <laughs> だからえー ショーパブ受けしそうなさゴシップであったり下ネタであったりを多分に入れて飽きさせない工夫をしてお客さんの前を向いて客いじりを程よく入れながらみたいなのってこれショーパブで生きていくための術であってこれずっとやんの無理だぞって気づくわけですな何やってんだろうってでうわじゃあいつまでもそらショーパブでやってるわけじゃないからテレビなのかもっと大きいステージなのかでやれるネタやんなきゃってちゃんとネタで笑かさなきゃ またそこに回帰するわけですで試行錯誤を始めていくわけです。でああこれはダメなんだこれダメなんだ。うん、である種なんだろうな分かりやすさっていうものの大事さをそこで学ぶんですよ。うん,なんかなもともと僕は性格的なものもあればなんだろうな分かりやすいものを軽んじてしまうような誤った傾向がタイプあったんですけど違うじゃんと分かりやすさすごい親しみやすさとかすごい必要じゃんと。 何やってたんだろうって思ってねあのなるべくネタが見やすいように見やすいようにって、まあ、でもここまでやると親切すぎてお客さん飽きちゃうんだとかその辺とかを探りながら、うん、でその頃にはね昭和部とかに出てると他の芸能事務所のお友達とかもできてくるわけですそこで初めて先輩付き合いとかが生まれるんですよで僕は、えー、吉本の方松竹の方 えーまあとあ梅田芸能さんって今はもう亡くなっちゃった事務所の方とか,なんか仲良くしてくださる方がポツポツ現れ始めまして、うん、で先輩とかにねネタの話とか、まあ、聞けるわけですよね「このネタどうですか?」とかでまあアドバイスもらってでまた先輩のネタ見て「あこういうのが受けるんだ」とか「あこういうのは外すんだ」とかをこうを見て学ぶっていうのが発生してでうんで、うん、なんとなくやりようが分かってきたぞと周りが見えてきたぞと。 で、こういうライブあるけど今度出ないみたいなお誘いいただいたりしてで、いわゆるインディーズライブとかにも出始めるわけです。うん、なんか、一番最初はね、えー、2016年は出てなかったんですけどあ、考えてみたらこっちから出るべきだったなとか思いながらね。うん、で、えーと、その頃にはね、つまり2017年の夏以降ぐらいには、まあなんか、なんだろうな。 無難地下芸人に多分なってたんですよ。<laughs> あの、だから、えっ、ー、とね、めちゃくちゃ面白いわけじゃないんですよ。<laughs> あの、だけど、まあ、ネタ選び間違えなかったら、一定の受けは来るぐらいの。うん。で、すっげーわかりやすいところで言うと、その年は M1 が2回戦敗退だったんです。で、これがすごい多分、本当にわかりやすくて、M1 の1回戦では帰り来るんです。でも2回戦から全然来なくなるぐらいの芸人だったんです。うん。まあ、つまり、 ある程度ウェルカムな空気だったら見てもらえるしちょっとでもそうじゃなかったらどうしようもないみたいな感じ、うん、であのー、まあどうにか試行錯誤をしながら進めていったところ久しぶりに単独公演やろうってなったんだな2017年の12月とかかなでそれがすっげえ出来悪くて なんかだからショーパブとか寄せとかにいっぱい出て多分単独公演の作り方が分からなくなっていたんですで漫才もコントも本当になんか切れねえなってあれ ?2017 ショ,ショーパブ出る前の時点の僕らの方が面白かったんじゃないかってなっていくわけですあれって全然反応反応もなんか思った感じじゃない生字ね週18ステージ出てるので なんかそのあんまり反応良くない時のごまかし方はなんとなく頭に入ってきていてそれっぽく盛り上がってる風にすることはできてるっぽいんだけどあれ全然違うぞっていうん、であ,あらーってなっていったんですねその頃にはだんだん相方との温度差も生まれてたのかなまあライブ入れすぎたのもまあ絶対あるわ、うん、だってショーパブがあって寄せがあって何があってとかでなんだかんだ毎月ね多いと。 100ステ近く少なくとも50ステぐらいでしたのでまあまあしんどいわけですよバイトもしながら僕は大学に行きながらバイトもしながらお互い掛け持ちも多くてでまあ当然活動はだんだんフェードアウトしていくわけですスケールダウンしていくわけです何か思ってた感じにならないなって、うん、つまり最初に組んだコンビは2017年の一番最初 単独公演ばっかやってた時期のそれの一旦の中間完成みたいなのを見た2017年の3月かなのライブとまあ、えー、とショーパブに適応しだした2017年末ぐらいをなんとなくのピークにどんどんしぼんでいくわけです今思えばすごい低い山だったな <laughs> とは思うんだけどうんでまあ結果解散するんですよね立ち行かなくなったから。 で相方は芸人を辞めるんですよ。うんまあ、なんとなく MC とかはするけどもネタはやらないって感じになっていって。で俺は相方帰ってくるかもなと思いながらうっすらピンでやっていくわけです。うん、だけどピン,のピンネタのね作り方もわかんないから過去の漫才を全部一人でしゃべるみたいなこうその場しのぎ系のショーパブでたまにやるみたいな感じになっちゃったんです生産性がない時期に、ね。 ただでもねその時期に僕メディアの露出が1個あってなんかひょんなことからつてでえっ、ー、と ABEMATV でまあだからな,なんだ準々レギュラーぐらいのになんのかなその番組にたまに呼んでもらえる人になったんです8回ぐらい出たんじゃないかな7回か8回ぐらい、うん、でそれが楽しい上に露出として結構良くてあのー、うんなんか帰りがあったんですよつまり番組で見ましたっていう人が ててくださったりとかしてなんかこう、それがだからね、その相方が辞めたタイミングで俺が辞められなかった理由の一つなのかな。うん、なんか、あメディア出れるんだってのもあったし、出たらこれぐらい帰りあるんだっていう。Twitter とかでね、番組見ましたって DM が来たりもしたし、ライブとかにもずっと見てましたって人が来たりとかして、あ、嬉しいなってなったわけです。で、番組の方も、 まあ特に最初の方とかは結構多分ねハマってたんですよ番組に結構反応が良くてスタジオのでえ密着ロケとかもしていただいたんですよそれもすごい楽しくてだから僕の京都での暮らしの密着ロケみたいなのに東京からカメラの方来ていただいてそれもすげえ楽しくてあれ意外といけんじゃんなんかあれこういうのもあるんだって楽しいなってまあその当時はだからネタはうまくいってなかったから ショーパブをその場しのぎでやることがギリできるぐらいの状態だったんですけどあこういう露出の仕方もあるんだってなっていってだそれでこうやめるにやめれなかったんですね、うん、ただ、まあえー、まあ番組側の都合であるとかいろんなものが相まって僕はその番組に出なくなっていくんです、うん、でかつ相方もいない戻ってこないかといってピンネタの作り方わからない、うん、漫才を 劣化コピーさせたような漫談。でもそんな受けるわけでもない。聞いてられるぐらいの話。<laughs> 聞いてられるぐらいっていのは本当にそのとおりで。<laughs> あれってなって。うん、やっぱコントも作ってみようとするけど、ピンのコントの作り方もいまいちわからん。そんな時に、まあ一緒に漫才したいですっていう連絡をいただいたんです。あの別の方から。で、そこで、 うわ、楽しそうってなって、ユニットで何回かライブ出たのかなインディーズライブとかかなまあ、ショーパブも出たかもしんない。何回か出て、あ、これいけそう、組もうってなって、組んだんですよ。コンビを。で、そのコンビで、まあ、もろもろがあって、若干の露出がまた来たんです。メディア露出が。うん、で、その時に俺がちょっと、急いだんだよ。急いだんですよ、本当に。なんかこう、ちょっとチャンスだと思って。 メディアにドーンっていける可能性があるぞと。じゃあそういうネタ作んなきゃいけない。で、インパクトがあり、かつ初見がついてきやすくて、で、かつ、ちょっと自分たちに興味は持ってもらえている状態だから、ある程度振り長くてもいいんじゃないかとか、いろいろ考えた結果、だいぶこねくり回したネタをやったんですよ、その時期。テレビでネタやる機会も一回あったんですけど、その時もめちゃくちゃこねくり回したネタやっちゃって、今思えば違うのよ、絶対。 まあどういうネタかというといわゆる漫才コントに入るタイプの役演じる俺あれやるからお前あれやってのパターンなんだけど、えー、役に入った後でえっ、ー、とね僕が一応ツッコミのポジションなんですけど僕は相方のボケを1分全部スルーして1分経過時点で僕がツッコみ始めて。 えー、7箇所突っ込んでいくんだけど突っ込んでるうちにボケとボケがこうぴよぷよみたいに消し合って説明ついていくみたいなネタだったんですおかしいと思ってた箇所が実はこういう理由があっておかしくなかったみたいななんかこうややこしいでしょ <laughs> ややこしいなよ覚えるのも大変だったし作るのも大変だった <laughs> そのそのパッケージでネタに3本ぐらい作ったのかな、うん、頑張ってすっげえ時間かかったんですよ でもうーんなんかねこねこくり回しすぎなのよ <laughs> そんなにこねくり回さんでもいいのよんで、えー、そのメディアでネタやった時も出来すっげえ悪くてそうそう難しすぎるのよねネタが <laughs> もっと簡単にやれて無理なくかけてのネタの方が絶対いいに決まってるんですよじゃないとなんだろうな自分らしさみたいなものから離れちゃうし 無理してやったらお客さん気づいちゃもともとがだってそんな、えー、強引なさ伏線回収とか上述トリックみた,いな、ね、みたいなネタなんだからさ、うん、よっぽどうまくないとできないネタよ、うん、種類としてはそうだからそれで絶対うまくいかなくて、うん、でもまあそれでも俺は作りそうだな漫才コントそうなるべく特徴が見えやすいようにポップなフォーマットでで ウケるネタもあるけどなんかでももうちょっと来ないなみたいな、うん、でそうコントとかも片方がね同じセリフ連呼するネ,ネタってよくあるじゃないですかまあそれこそザルザルさんのオーバーハンとかもそうですけどあのそういう風なのを2人ともが同じセリフ連呼する形って意外とないんじゃないかとかって感じで2人ともが同じの連呼し続けるネタとか作ってこれ結構特徴あるんじゃないか で受けるとき受けるけど、受けないとき、一個も受けないので、うわ、なんかどうしよう、だったら打率上がるんだろうとか、いろいろ、うん。でも相方が忙しくってライブ出れないときとかは、僕はピン出れたりもして、ってのが、結局どんぐらい続いたんだ半年ぐらいなのかな。でも、うん、そこで、ぐちゃぐちゃってなって解散したんですよね。うん。で、うわって、コンビ2回解散したと。 で多分2回ともねまあ言ってしまえば何だろうなコンビの天井がちょっと見えちゃっての解散だったなって感じがあったんですいろいろ工夫して何パターンかやってみたはいいけれど何かちょっと伸びしろねえぞっていう瞬間が結構あったりもした、うん、なんかどこまでもコンビでいけるなって感じがあんまなかった、うん、で いや,やり終わったのかもしれないし続けてればまた変わったのかもしれないけれどで僕はそこで思ったんですなんかこう人がいると俺多分合わせちゃうんだろうなってなんかこう相手の人生もさちょっとこう背負わなきゃいけないとこってあるじゃないですかだから一刻も早く売れるネタとか食えるネタ作んなきゃってなっちゃうんです相方を食わせなきゃいけないからだから相方をこうキャラ立ちさせるために 俺が若干死に役に役ななるみたたいなネタも多かったんですでもいやそれまたやんのかってちょっと思ったんですよ、うん、でわじゃあもうなんかもう一回その人見つけてそこの関係性作りながらやっていくよりだったらピンの方がいいんじゃないかとかって思ったんですね、うん、でその時に僕はピン芸人9月になったんです、うん、そうね それがだから2019年の9月かに9月になりましたそうですそうですまあ9月だったから9月になったわけでもないんだけれど適当でうん本当に思いつきで何でもいいから適当な言葉芸名にしようと思ったんですけどねな何でもよかったです芸名自体はなんとなくこうあんまり色が見えない名前がいいなと思ったんですそっていうのはそ <laughs> っていうのはそれまで俺がいろんな環境であったりとか 自分の出てるるライブであるとかつまり単独しかやらない,いや、まあ、他は知らなかったんだけど単独しかやってないとかショーパブにいっぱい出たとかちょっとメディアに出たとかそれなんかその場その場でいろんなすごいこう環境の変化に適応しすぎて、えー、なんかこうぐちゃぐちゃしてきた経緯があったからじゃあなんかあんまそういうのがないように、えー、自分のペースで続けられるようになんまりこう色が見えない名前にしようっていうので9月にしたんです。 別に色が見えなかったら何でもよかったです。概念とかでもよかったです。ゲーム別に、うん。ボタンとかでもよかったし、爪切りでもよかった。あんまり意味がない名前にしたかったんですね。まあ、数字とか特に意味ないですからね、うん。数字ってだって数でしかないからね。あるもんでしかないから。9月っていいなって思って。で、9月になって、うん、で、まあピンネタの作り方は分かんないのよ。 <laughs> その時点だと自分がコント向きなのか漫談向きなのかも知らないどうしようってなってまあでも一旦はコントなのかなってまあ漫才してた時期がちょっとあったのでその時の体感でね分かってたんですよ自分漫才は上手くないんですよ特にそんなになんかボケツッコミ振りとかのなんだろうな全ステータスが 成立すするレベルでで番下手ぐらいなんですよ漫才のスキルが、うん、だから横にうまいツッコミがいたらボケでもいいし横にうまいボケがいたらツッコミでもいいんだけどそう一人で自分が主役になれる漫才ってやれるイメージないなって思っててそしたら漫談にしても結局同じなんじゃないかうんでじゃあコントか、うん、じゃあコントでやるならどうしようって ピンのコントってどうどんなのがあるんだろうとか考えるわけですでその時にねふっと発見したんですよロバートさんのコント何気なく見たんですでなんかあ、もしかしたらトリオコントってピンでできるんじゃないかって思ったんですよっていうのはまあ、コンビのコントってピンに置き換えるのはまあ、ほぼ無理なネタが多いんです結局掛け合いだから、ね、対立軸から作ったりするわけでしょなんかこう うーすっげー穏やかなやつとすっげー怒るやつの対比とかでコント作ったりとか、うん、絶対間違ってるやつと正しいやつとかさでまあ、うん、それでこうなんで間違ってるやつが勝っちゃうんだよとか正しいやつ何言いくるめられてんだよみたいなこう2人の対立する関係がこう移動する瞬間が面白いみたいなネタがコンビのコントって多いじゃないですかでそれってピンだとできないので1人しかいないからね どうしようと思ってたんですけどトリオネだって実はこれピンでできるやつ何個かあるんじゃないかって気づいたんです。っていうのはロバートさんのコントって、まあ、あの秋山さんの強烈なキャラクターがあってでこうそれにこうなんとなく一緒についていく馬場さんがいてそれをこう傍観者の視点でちゃキちゃキ突っ込む山本さんがいてなんですけどこれ山本さん視点にして環境をめちゃくちゃ変にすればピンのコントってこういう感じでできるんじゃないかって思い始めたんです。あれ あでもそっか。それが要は言ったら陣内さんとかみたいな感じになるのかなとか、うん。でも待てよと。なんかやりようあるかもしんないぞと、うん。なんか公式みたいなの見つけられるかもしれないって思って。コンビネタじゃなくてトリオネタとピンネタをめちゃくちゃ見たんですよ。うんまあ、だから何かがつかめたとかじゃないんですけど。<laughs> でもなんかね、やれそうな予感はしたんです。その時点で。うん、なんかやり口あるぞと。 そうやっていろいろこう書いてわけし書いてわけしでもやっぱこうライブしなきゃ意味ないなと思って試してみようと思ったんですそれで9月にピン芸になってすぐ新ネタ15本ライブってのをやったんですもう強引に15本ひねり出すっていうそれをね毎月やったんですよ強引に15本ひねり出すいろんなパターン試してみる何ができて何ができないかを まあ昔の、ね、2個解散したコンビのネタをピンに置き換えたものもやりましたし全くの新ネタとして書いたものもありましたし昔の漫才のテーマをコントに置き換えてやったものもありましたで、うん、結局毎月15本作んなきゃいけないとなると作れるものができてくるんですよ、まあ、どういうことかっていうとそれこそね僕が2個目のコンビの時に陥ったこねくり回しすぎる問題は絶対起こらないんですよ そんななな複雑なネタ作ってたら15本毎月書けないから、15毎書けいか自分にとって無理のないネタじゃなきゃ作れなくなるんですよねペース的にでそしたらあなんか普通に思ってること言えばいいんだっていうところに着地するんですよでなんかねコントなんだけど漫談っぽい感じだって気づいていくわけですよね な,んかなるべく素の自分に近いキャラクターがいて設定に入っているんだけれど割と思ったことに近いことを言うみたいなのでもしかしたらできるんじゃないか、うん、てかそういうのじゃないとタイルには作れないなってなり始めてでなんとなく自分に作れるピンネタのパターン3つ4つぐらいあってこれとこれとこれとこれだみたいなのがなんとなく見えてくるんですよね。で うんでも固まりすぎるのもよくないから他のパターンもちょっと実験してみようと思って急にネタ書くのすげえ楽しくなって毎月新ネタ15本ライブとあとね縛りありのライブをやったんです15本例えば全ネタサイレントでやるライブとか全ネタ字幕だけでやるライブとかそういうのやり,やりだしたんですよねそしたらなんかねそれはそれですごいやってみて楽しくてうわいろんなやり方あるピンネタ作るの楽しいってなって ひとり芝居ってこんなにやりようがあったんだえー、じゃあもっとできそうだと思ってまああのー、結局だからね毎月30本ぐらいやってたのかな、うん、新ネタとしてでその頃にその僕のライブもう9月って改まった名前のね9月のライブを見に来てくださった、えー、京都でアートディレクターをされてる小西さんという方がうちのギャラリースペースア、えート 系の展示でで普段使っってるオルタナティブブススペースでちょっとライブやりまませんあぜひお願いしますとどういうライブにします他と株になるにしましょうよみたいになった時に僕が72時間軟禁されて延々とコントをやるライブっていうのを打とうってなったんです。えー、絶対楽しいと思ってその時僕はだってネタ書くの超楽しいしネタやりたいピンネタってこんなにいっぱいやり方があるんだってなってた時期だったので。 絶対やろうってなって軟禁ライブに踏み切るわけです72時間でそこでねすっげえ手応えを感じるんですピンネタやれるぞって軟禁、まあ、ライブ、まあ、確か料金が500円だったのかなで何時間でも入れるってのもあって結構お客さんが来たんですでだいぶ反応良かったのよ、うん、今までこんなになんかずっと受けることってないなってぐらい、うん、で ほと,ほとんど寝てなくて72時間分でた俺寝たの45時間なんだけど残り大体受けてるんですよで頭おかしくなるじゃないですかそんなの,あの <laughs> 3日間で72時間あって45時間しか寝てなくて残りの68コンとやってて60時間ぐらい反応バンバン来るんですよすごい楽しいじゃないですかうわーって絶対これじゃんってなるんですよで軟禁中にも新ネタを作ったりしてそれもまた反応良かったりするし 72時間もあったら同じネタ何回もやれるんですよ。で、1個のネタを8回とか10回とか回転させると仕上がってもいくわけで、下りが増えたり減ったりとかして、うわ、超楽しいってなって、この感じ俺、一生やりてぇってなっていくわけです。で、えー、南京ライブが楽しすぎて、これ毎月手入れでやらせてください <laughs> 絶対やりたいですって言って、えーとね、 まあその次の月からまあ、まあ、もちろんその月も含めてか南京ライブも毎月の手入れに加わったわけです各て9月は、えー、毎月新ネタ15本ライブと縛りありの新ネタライブそれから南京、えー、ライブっていう3つの軸ができたわけですで南京ライブ終わった後は1週間超えてないのであのそこは何もなしで他の日には寄席とかショーパブ入れてで、えー 毎月新ネタ15本下ろすっていうのは普通は精度が落ちるんだけれど軟禁ライブで何週もできるから結果的にはなんかなんだろうな寄せ何回もかけたみたいな感じになるっていう発見もして結構ネタかけ上がるの早くなったんですよ何回もやれるからで軟禁ライブはある種こうなんだろうな入場,料入場料金安いとか、えー、何時間でもいていいっていうこう、えー、エクスキューズがあるので そんんななにに。っってないネタやってもいいいやもですよ、あの感覚的にお客さんも多分そういうのが出来上がっていくところを見に来てる節もあるからあんまりちゃんとできてないなってネタをアドリブっぽく即興感出しながらやっていってそれが固まっていくみたいなのも楽しくてでまあいいなってなってでそしたらこれ全部即興でもいけんじゃねえかってなってあの軟禁中に即興縛りとかをするようになっていってよりネタ書くの楽しくなって。 意外とでうわネタ楽しいっていっぱい作ってなんかネタばっかやりたいってなってその時期にね京都で住んでたアパートの契約更新が切れたから上京しようとなって、うんまあ、京都とか大阪の中で引っ越すよりだったら上京しちゃった方がもういいんじゃないかっていうね判断で僕は上京したわけです。で, <laughs> で上京したタイミングでコロナが勝ち合いまして。 状況したけど何もできねえなっていうのが2020年の4月からの僕だったわけです。で、えー、っと、何もできねえなって中でも何もしないわけにもいかないから、えー、っとね、2020年の5月かなに、えー、ラジオコントを撮って、えー、この YouTube にね、出し始めたけども、でもラジオコントって見づらいだろうなって。もともとだって、うん、僕のコント、顔芸みたいな要素もちょっとあるし、リアクション芸みたいな要素もあるし、 うん、ちょっとなって思いながらでそしたらなんかこう僕のことをね、えー、好きで支援していただけるという方からちょっとスタジオで撮ってみませんってことをいただきまして映像公演という形でねえー、っとライブ収録ライブをして映像が残るカメラも出してもらってでさらにはえー、っとまあここに来て えー、一番最初の相方のねあの親戚の方がスペースを貸していただいてコロナ禍でも人数制限をしてライブができるようになったと超楽しいまあでまあ様子も見ながら南京ライブもなんとなくいけそうな月だけやるかみたいな感じになって、うん、でまあライブの回数が増えていくとそうしたところやっぱり新ネタ作るの楽しいネタ書くの楽しいいっぱいやろうとなっていって 今は YouTube に毎日コントをあげようっていうの <laughs>。それでこう、まあ,あの、やってる、12月からかな。11月末からかな。で、これもきっかけがあって、あの、まあ、うんとね、映像収録したコント動画を販売してるんですよっていう話をしたんですよ。えっ、ー、と、先輩芸人の前で。で、そしたら、私 YouTube とかで無料公開とかしてもいいんじゃないってことをいただいて、うん、えっ、ー、とね、 バイク川崎バイクさんと Q のピロさんにそういったアドバイスをいただきましてじゃあしようってなったんです無料で公開しようって無料配信とかしようっそっからまあどうせだったら毎日やるかってので毎日コントを投稿する <laughs> だいぶしんどい生活が始まりましたということでございますそうライブの本数が多いでもないのに <laughs> そんな感じですそうであそうだだから9月に 慣れたタイミングが何個かあって一つは南京ライブってのでなんとなく芸風が見えた固まったっていう感じあ無理なくやれることだけやればいいんだ死んでた15本きを書いたらそれは無理できないから、えー、できることやればいいんだってなっていったところと、まあ、無理しないっていう方針がちゃんと身についたところとそれからえっ、ー、とねそうか9月になってすぐだ、えー、11月ぐらいかな 2ヶ月月後にに、えー、スピードワーゴンの月曜ザナイトに出演できたんですこれもたまたままでですでも9月って名前でメディアに出れたのがすごく嬉しかった名前変えた直後だったから自分誰なんだろうとかピン芸人でやっていけんのかなとか9月って何だよって自分でも思ってる中でうん9月って名前で出て9月って呼んでもらったそれをすっげえ嬉しくて あじゃあこれやれるっていけるってなったんですよそういう経験だよな多分だ僕はだからどこで心が折れてもおかしくなかったところをなんとなく救われながらうまいこときっかけがあって続けられている、まあ、もちろんネタを書くのが好きとかね人前で、えー、コントするのが好きっていうのももちろんあるんですけどうんにも増して そういいタイミングいいタイミングでちょうどこうきっかけが訪れて続けられているということでございます。そんなこんなでね,ね9月として活動していてそれでだからこのように私は今までかなりこう自主制作色の強い芸人だったのでにしちゃあ結構ちゃんと頑張ってきたなって感じかな今の現時点としては。うん このの登録者数が今人まだ増えるでしょう。1万人ぐらいいくんじゃないかな、頑張っていけば。うん、で、ツイッター、Twitter、のフォロワー数が今1.8万人か。これも結構頑張ったな。そう、なんかこう、うん、特に事務所に入ってるでもなければ、まあそんなにだから、どこで話題になったでもなく、でも、なんだろうな、やりたい。 ことをやりたいようにやっていた中でちゃんと人に見つけてもらい始めてまあ全然食えてないけど <laughs> どうにかはやっていけんじゃないかなっていう確信予感みたいなものを持ちつつやってるって感じですだから多分これからの9月に関してもこれからも僕は自分のペースで活動したくて。 でななんだろうなマイペースっていう時に遅いイメージあるじゃないですか言葉としてはマイペースな人だって言ったら遅い人だって意味もなんかこう多分にあると思うんですけどまあ遅いとも限らず自分ができる範囲で自分が楽だったら飛ばすとこは飛ばしていいと思うし今も新ネタは毎日下ろそうと思ってるしそのペースで、えー、自分にできるように自分が一番楽なようにたくさんやっていこうっていう感じですなんか なんだろうな。もうそれでいいかなって。無理したくない、うん。何かに適応しようとすると僕が歪むのはめちゃくちゃ分かってる。小器用なタイプなので寄せだろうがショーパブだろうが適応しようとするとしちゃうので,でしかもそれが中途半端になってぶっ、えー、壊れるのは自分で分かってるのでじゃなくて。 自分が一番無理なく続けられて一番自分が輝くような一番楽な一番楽しいようなことで続けていけたらなということです。だから今後は何をしようとしているかというとえっ、ー、と今はもちろん自分のコントをたくさん作っていくのももちろんなんですけどまあ え9月になってね大阪共同時代の一番最後の頃にいろいろ縛りありでライブしてた頃が結構楽しかったのでベーシックな新ネタもおろしつつちょっとなんかこう僕のできるコント僕のできる一人芝居に何かを足したようなコンテンツをたくさん作っていけたらなと思っているんですそれでえっと今はえっとまあ音楽の方の学校に通われている方と一緒に シンセサイザーを使ったコントってのをやってみないかとか、うんえー、そういうふうな話をしていたり、まあ、あとは、えー、と東京に引っ越してから、えー、クレオパトラの長谷川さんという先輩芸人の方ですけどもに見つけていただきまして演出を入れたあコントライブというのに先日、えー、出させていただきましたでそこでは普段僕が椅子に座ってやってるコントを脚立に座ってやるという演出をしたんですけどもそれがすげえ楽しかったので 脚立縛りでネタを10本15本ぐらい撮る収録をしてそれも YouTube 上げちゃおうってう話もしていますしなんかこうなるべくうんまだこんなのが作れるんだこんなのが作れるんだっいっぱいやっていきたいなっていう感じで,うんで僕はあの日記みたいな感じでコントを作るのが好きなので自分の実体験であるとかまあその時々で思ってることとかを コントの形で残していいけたらなという感じですかね。まあもちろんそれとは別でというかテレビなのかラジオなのかまあ文字媒体なのか何かで僕が書かせてもらえるとか喋らせてもらえるならいっぱいそういうのも行きたいなとも思っているしだでもやっぱり本文というか立ち返れる場所は自分の場合は ななんだろうな自分の生活実態に,に根ざした日記みたいなコントだと思うのでそういうものをいっぱい作りながらやっていけたらなという感じです、まあ、その過程でね、えー、っとハフポストさんとかに執筆の機会いただいたりとかもありましたし、うんまあ、ラ,ラジオも何回か出させてもらったかな、うん、陰謀論の話しちゃったないろいろあるんですけどあの仕事をもらえたらそれもやりつつそうで自分の本文は 舞台コンテンツだろうなというのも、まあ、わきまえつつって感じででそうね最終的にはまあ、えー、だいぶ近い目標ですけど旅芸人になりたいんですよあのいろんなところ回っていろんなところでライブして土地土地の空気みたいなのをこうやりながら47都道府県ツアーみたいなど,ど,、まあ、どんなにちっちゃい箱でもいいんですけど、まあ、東京大阪名古屋ぐらい大きい箱借りたりもしてみたいなうん のができるようななな芸人になりたいな僕は、うん、だからこれからもいろんな媒体での発信は続けていくと思うし自分にできることを大量にやっていく感じかな、うん、でなんだろうなその時にまあ縛りとしては本当に自分ができることとか自分に向いてることだけやろうっていう感じやりたいことだけやろう なんかね、気づいたんですえっ、ー、とねこれすごい大きな気づきでショーパブに適応しようショーパブに、えー、うまくショーパブでうまくやれるようになろうってしていった時期僕はショーパブでは勝てたかもしれないけれどショーパブには勝てなかったんですよショーパブより上には行かなかったんですよショーパブでうまくやるのはできたけれど 超パブよりうまくやるはでできなかったんですあるいは、うん、<laughs> まあちょっとね ABEMA、えー、でちょっと跳ねそうになった時も ABEMA でうまくやるはできたかもしれないけれどそれはやっぱり ABEMA より上みたいなのは無理だったもんななんかその中に適応しようとすると外に行けなくなる問題これがめちゃくちゃある僕の場合は100点出せないから 予選に適応するとかアベマに適応するとかもそれは、うん、その枠の中で85点を出そうっていうタイプの,、うん、あの頑張りになっちゃうから90点を取ろうとか80点取ろうになっちゃうからそうのいなのいかんいくつになっても優等性的なのよ良くも悪くもその場での合格点は取れるけれど、うん、テストで 90点取ったやつってテストには勝てないじゃないですかだからそこをね自分の弱点だと重々承知したのでだからもう問題から自分で作っていこうっていう感じ、うん、これに適応するためにこうなるとかじゃなくて場所とか、うん、自分のやるべきことから作っていくみたいな形で今後も芸人活動できたらなと思って でなんかまあそれを別に好き勝手やってるだけのな,なんだお前はって言われるならそれはそれで別にいいし、うん、今までそういろんなものに適応しようとして中途半端な適応をして失敗してきた歴史があるからそれから学びました僕は。ということで。 <laughs> えー、今後も9月は YouTube とかでもそうですし、まあ、ファンクラブとかでもそうですしあ、ファンクラブ9月課金組合というのございますよかったらよろしくお願いしますいろんなところでいろんなことを好きなように発信していこうと思いますのでどうぞ応援していただけたらと思います、えー、今ね非常にコロナ禍厳しい折りだと思いますけれども皆さん頑張っていきましょう私も頑張りますということで、えー、以上9月の芸人人生を振り返るでしたありがとうございました